面白いと思うんですけどね。まあ、今シーズンは、ね、足立のバスターエンドラン決まったりとかもありましたしね、はい。まあ、平野の場合はそれがね、うん、もうどういう場面でもできるタイプの選手ですから、そういう作戦も面白いなと思って見てたんですけどね。ここはしかし、まあ、送りバントという形になりました。ワンアウトランナー二塁で打席、現在パリーグのリーディングヒッター糸井嘉男を迎えます。昨日は5時間を超えるゲーム、その影響もあったんでしょうか。今日は試合前グラウンドに出てのバッティング練習はこの糸井行いませんでした。うん、まあ、これくらいの選手になるとね、やっぱりある程度の調整は心得てますんでね、体のケアをまたしっかりしたんでしょうかこの糸井です。いや、昨日のね、あの時間帯からあの早朝でしょ、はい、やっぱりコンディション的にはね、きつい部分はありますよ。そうですね、さあその中で今日の第一打席、この杉内と対します。これは自打球当たりました。この辺りに当たったでしょうか。かなり痛そうな、うん、ね、自打球が顔に当たる形になりました。あ、今ちょっと今、うん、そうですね、出血する感じですね、出血してますね、口の中、歯でしょう。うん、これはちょっと心配ですが、ワンバウンドしたベースに当たってるから、ね、ベースに当たってですね、うん、だから勢いついてるんですよね。あれまたね、あんつかグラウンドの土の部分ですよね、はい、少し打球も弱まるんですが、ベースの上でバウンドしました。歯に下から当たってるから折れたらなんちことにならないといいですけどね。そうですよね。現在パリーグのリーディングヒッター糸井、昨日も2本のヒットを菅野から打ちました。ちょっと心配なこの京セラドーム、もう一度今のシーンご覧いただきますが、またね、こう前に体が行くところを下からねボールが上がってきたという感じになりました。なんといってもね、ボールは硬いですからね。そうですよね。当たったことがないのって何とも言えないんですが、はい、っていうようなね、動きの方がね面白いなと思って見てたんですよ。さあ糸井が出てきました。ちょっと口の中は見ることができませんが、一文字に結んで、そしてお客さんからは拍手です。先制のチャンスオリックス、自打球を当てた糸井がまたゆっくりと左バッターボックス入り直します。さあランナー二塁に減るが、打席には糸井、ツーストライク、これが外に構える、少しこのねこう微妙な時間がありました。杉内のこうリズムというのもね、また心配なところはジャイアンツファンとしてあるかもしれません。そうですね、まあでもその辺はね、もうベテランですから。そうですね、さあワンボールツーストライク、先制なるか。昨日は1点も取れなかったオリックス、糸井空振り、一塁走りますが、これはアウト。糸井は空振りの三振。しかしこの間にヘルマンが三塁に行っています。結局最後は外の変化球、そうですね、まあ、大体いつものパターンですね、はい。